ミネソタ・ワイルドは、アメリカ合衆国ミネソタ州セントポールを本拠としている、ナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。エクセル・エナジー・センター2000年ドラフト第1巡目で、マリアン・アボリックを指名。2003年ワイルドは、プレーオフに初出場すると、西部間ファランス決勝戦でマイティ・ダックス・オブ・アナハイムの前に4連敗で敗退するまで、快進撃を続けた。 1> 第1ラウンドでは、全評判の高かった第3シードのコロラドアバランチを1勝3敗の窮地から挽回し連勝している。この勝利は、アンドリュー・ブルネットの活躍に追うところ大であった。カンファランス準決勝では、第4シードのバンクーバー・カナックスを4勝3敗で下したのであるが、この勝利もまた3敗からの大逆転であった。2006年ロサンゼルス・キングスから、 リーグを代表するスーパースター、パボール・デミトラを獲得。ちなみに見返りは、若手、パトリック・オー・サリバンと2007年のドラフト一巡目、指名権。2006から2007シーズン新加入、デミトラの活躍もあり、2003年以降遠ざかっていた、プレーオフに、久々の進出。一回戦の相手は、2003年に4盾を食らった。 アナハイムダックスで、世論的にもダックスの勝利、という予想が多かったが、それを覆すことはできなかった。2007から2008シーズンマリアンガボリックが、健康でフルシーズンを過ごし、42ゴール41、アシストとチームを引っ張り、2年連続のプレーオフ進出。1回戦の相手はアバランチであったが、彼らを破ることはできなかった。2008から2009シーズンでミトラ、 ブライアン・ロールストーンが抜け、戦力的に痛手を食らったワイルドは、最終戦までプレイオフ進出の可能性を残していたが、カンファレンス9位に終わった。2009年怪我に泣くことが多かったがボリックが FA でニューヨークレンジャーズへ移籍、チーム発足時以来所属している選手は解無になった。開幕後、密航コ,コイブーがチーム史上初のジョージキャプテンに任命された。 ありがとうございます。